竹笛旅館、のこれなんていう部屋なんですか。竹園での、はい、食事で、さっきまで雪降ってて滝も綺麗です。でも滝も綺麗だし竹も綺麗だし女性も綺麗だし、ご覧いただくように食べ物も綺麗です。じゃあ浜田さんに説明して、浜田じゃなくて、船間さん、そうそうそう、はい、ありがとうございます。お願いします、はい、それではですね、まずガラスの器、はい、こちらが春菊とエビのおひたしでございます、はい、その隣にはあのフルーツの牡蠣ですね、はい、牡蠣とオレンジのが、で白いのが大根、人参と牡蠣ナマス、ちょっとあの酢の物ですね、が先付け、はい、で中央のこの竹の器に前菜です。はい、はい、ではまず左手の小さなマスの中に数の子の西京漬け、はい、そのまま召し上がります。その隣にはヒラメの、はい、西京焼き、はい、その手前のお寿司、はい、の軍艦巻きですね、こちらです。何の軍艦ですか。あのサザエの軍艦巻き。あ、サザエの軍艦、はい、はい、その手前にエビがあります。これじゃタルタル、こちら火通ってますのでご安心ください。はい、はい、その手前にうなぎの金糸巻き、卵でくるんで焼いております。はい、はい、左手の小さなカゴの中には冠地鶏の味噌焼き、はい、はい、で海苔に巻いてますのがホッキ貝の海苔巻き、白いのがカブ、あと最後に豆腐の田楽ですね。うん、はい、こちら串に刺さってますのが、はい、全てそのまま召し上がっていただけますので。で本日は、はい、のレンコン饅頭でございます。レンコンすり身にして、あのお饅頭にして揚げたものですね。どうぞ温かいうちに召し上がってくださいませ。はい、それでは馬刺しですが、はい、まず左手の上段、少し赤みがかったお肉が馬刺しの赤み、はい、その手前が特選馬刺しです。では右に移りまして、はい、の白い、刺身と赤い刺身がこう入れ混じったものが二重子というお作りですね。結構歯ごたえがある。で手前の真っ白な お刺身が縦紙といいまして、馬の油の部位ですね。とてもあのコラーゲン豊富なお刺身です。うん、手前におネギ、生姜、ニンニクとご用意してますので、馬刺しは右手のお醤油で、はい、でお刺身は左手の辛口のお醤油で召し上がってください。じゃあ分かりやすいのはこう回した方がいいね。まあ、左が馬刺し、ね、この方が、ね、僕は馬刺しなんですけれども、はい、彼女は魚のお作りですね。では左手の、はい、こちらが別府湾から水揚げされましたサザエのお作りです。はい、で右の器に移りますと、左手前に、はい、こちらがカンパチ、はい、その上段にイクラ、はい、はい、その隣ヒラメですね。でその隣の赤いのがマグロ、あとホタテのレモンを挟んでご用意しております。で青いのがこごみですね。今春先になるとね、あの春のお野菜こごみ、ちょっとまあ苦いですけど、はい、どうぞお醤油とわさびで召し上がってください。ありがとう。はい、福野間さんと浜田さんが、これから案内します。はい、では次の料理が、あの大分で有名なですね、カンプリジというね、鶏を使いましたステーキ、あの玉ねぎソースでご用意しておりますので、どうぞあったかいうちに召し上がってください。お野菜は新じゃが、パプリカ、ブロッコリーとご用意しております。はい、で、では私はすき焼きですね。すき焼きの会席ですね。はい、それではもう温まりました。鉄板も牛脂率と油を、どの肉っておっしゃってました。あの熊本の和王牛サーロインです。熊本の和王牛。和王牛、はい、和王という牧場なんですか。和王というブランドなんですよ。和風の和に
牛の牛と書いて和牛と言います。和王、すみません。王様の王ですね。和王牛。和王牛。和牛の和に王様の王に牛で和王牛。日本の王様の肉っていうことね。そうなんですよ。とても美味しいです。英語ランクのお肉で。はい、英語です。熊本でもあるんだ。宮崎が九州では有名なんですけど。宮崎牛ですね。はい、ではお肉。大きいので1枚焼いていきます。はい。はい。この間にですね、ちょっと卵をいいですか？私が割ってます。はい、お願いします。はい。お肉のお味をね、楽しんでいただきたいので、はい、で、すき焼きのタレをお入れします。ちょっとお箸変えます。はい。混ぜますね。簡単に。もういいかと思います。はい。これを。がある方がいいですか。はい。はい。じゃあこんな感じでまずこの和王牛のお肉をですね、温かいうちに、はい、いただきます。まず玉ねぎとか椎茸、ね、ごぼう、豆腐。新玉ですね。で、こんにゃくってですね、このでんぷんが牛肉を硬くする可能性あるので、牛肉とこんにゃくはちょっと遠くに。あ、そうなんですか。はい。でんぷんがですね、牛を硬くさせてしまうんですよ。へえ。いい勉強になった。じゃあこれからもそうしよう。糸こんにゃくとかね、でんぷんの出るもの。はい、あ、だから適当に野菜をバーってただ入れるっていうよりは考えて入れた方がいいんだ、ね、特にこんにゃくに関してこんにゃくとかこういったちょっとね、でんぷんが出そうな野菜と、おネギを、ね、あ、そんなもんでいいかな。大丈夫ですか。あ、どうぞ。おネギをパッと入れて、はい、ごぼう入れていきましょうね。ごぼう美味しいね。はい、まあ、ちょっと後で、お肉ももうそろそろいかもですね。はい、はい、入れておきましょうか。はい、ムカゴご飯。ムカゴご飯です、はい、奥様少し、はい、よろしいですか。入れてもらう。うん、味見だけ、すき焼きとちょっとだけね、はい。すき焼きと多分合いますよ。お願いします。また欲しかったら次を。そうですね、おかわりできますので。はい、はい、それではですね、今お持ちしましたお料理がまず左手の丼の中に蒸し物です。はい、タラの養老蒸しといいまして、山芋と卵白をタラの包みまして、そこにくずであんかけをしたものでございます。わさび添えてますので白ネギとご一緒に、はい、召し上がってください。あとはそろですね、インゲンとお召し上がります。はい、
また中央の揚げ物、車エビの陶磁揚げといいまして、陶磁揚げというのは湯葉を細かく刻みまして、そこに車エビにまぶして揚げたものでございます。あと小夏、万願寺唐辛子、こちらはですねレモン絞ってそのままでもよろしいんですが、手前に自家製のトマトソースをご用意してます。ちょっとね珍しいんですけど、トマトソースで召し上がってください。少しニンニクが効いたおソースです。これ全部にも合うってこと？そうですね、全部に合います。はい、でその上段には伊勢海老の具足煮、煮物です。あとかぼちゃ、たけのこ、あと菜の花、人参ですね、ご用意しております。またお味噌汁、こちらが下煮たネギとカブ のお味噌汁でございます。どうぞ温かいうちに召し上がってくださいませ。ありがとう。はい、今外では雪が降ってます。 It is snowing。It is about -1°C. We're about 30 degrees Fahrenheit. And now we have dessert served by Miss Funama.デザート、手前にですね竹の器にご用意してますのがいちご畑の春仕立てです、はい、右手のモンブラン、こちらはいちごのシフォンケーキです、その隣には練乳ムースもちょっとね隠れておりますがモンブランで、練乳ムースもご用意してますので、これ違う種類なんですか？いちごはですねこれとこのモンブランは一つ同じ、モンブランとシフォンケーキとその隣に練乳ムースが、練乳ムース、はい、隠れております。いちごの中に、はい、でいちごは熊本の、日のしずくですね、はい、いちごの品種、とっても甘いいちごです、でその上にはフルーツの盛り合わせですね、オレンジとピンクグレープフルーツにメロン、あとはブルーベリーとねご用意してありますので、このモンブランなんですけれども、モンブランって、基本的には、僕知ってる中では栗が多いんですけど、モンブランってそういう絞りでこういう糸みたいにやるのをモンブラン、これをですね要は今ねメジャー栗が多いじゃないですか、このシャーってしてるのモンブランっていって、その山の形にモンブランっていう山があるんですか、ありますよねスイスで、そこに見立てて山作りにしてシャーってしたのをモンブランっていうそうですね、だからそれで栗のモンブランとかいちごのモンブランとかっていうそうです。だからこのモンブランは栗は入ってない。栗は入ってないです。いちごのモンブランです。はい、おお。はい。でその下にそのシフォンケーキがとムース。ムース、練乳ムース。はい、で上にピンクのジュレが載ってますが、こちらはね桜のジュレです。はい、ご一緒に召し上がってください。ありがとう。はい。あとほうじ茶ですね。はい、